月嫁さん。よく来たな。なんというパフォーマーの量だ。以前感じた気配はこの男だったのか。やはりこいつらのパフォーマーはわしによく馴染むわ。思わぬ広いものをしたもの。こいつ他のミラージュと違う。なんだこれ。まさか流石。あいつ一体何を。わしの国が勝利の予感に逆立つ。わしこそが無敗の将。こやつらを救いたるは見事この首取ってみせい。気をつけろ、イツキ。だとしても引くわけにはいかない。行こ。わしの毛が勝利に湧き立つ。イツキ、必ず奴らを止めるぞ。了解。この攻撃だ。よし、絶対つなげてやるよ。切る。待って、任せるわ。島崎舞子、頼んだわよ。この戦い絶対負けられないよ。絶対つなげてやるよ。お願い、シーラ。任せて。次、信じてるぜ。次はお姉ちゃん。任せるわ。今です。ぶちかましてきなさい。止めよ。これで一件落着だね。私の秘術、キリアだけに。やったわね。ここは一体。新曲作らなきゃ。大丈夫？よかった。あ、親切な人だ。また助けてくれたのですね。どうもありがとうございました。いえ。お礼にドーナツ差し上げましょうか。ああ、それはもういいんだけど。じゃあ私はどうすれば。あ、俺に作曲を教えてくれないか。そんなことでいいんですか。親切なばかりでなく無欲なのですね。それならお安いご用です。早速カフェでやりましょう。ありがとう。それじゃあ一旦安全な場所まで案内するよ。どれだけ親切なんですか。え？ですがそれには及びませんよ。一度。あ、とりあえず残った人を渋谷に返さなきゃ。いつき、これを見ろ。流石のかけらだ。かけらと呼ぶには小さすぎるが。もしかしてこれってチキの。
おそらくそうだろう。飛び散った小さな破片が、あのミラージュの手に落ちたのだろうな。これがあったから、奴は彼らのパフォーマーを効率よく集め、効果を倍化させていたのかもしれない。だったら、後でチキに返してあげよう。そうだな。あ、来ましたね、無欲か。俺、葵いつき。そうなんですか。で、とはいうものの、何をどう教える。出品。あー、まずは歌詞を書いてみたらどうでしょう。曲が作りたいということは、何らかの思いを届けた、その相手を思い浮かべて書けばいいと思います。なるほど。次は曲なんですが、まああれです、大事なのはノリです。いいか。もうちょっと具体的に。これだって思ったフレ。やってみるよ。こんな感じ。いいんじゃないですか。そんな、そんなもんですよ、曲なんて。でもチキに対する思いみたいなのは伝わってきたんで、きっとまるで実在のチキに語りかけてるかのよう。痛々しいまでの妄想力の使い。早速アップロードです。全世界の人にこの恥ずかしい曲。ちょっと待って、これ一番最初に聞かせたい人がいる。そうなんですか。で、とにかくありがとうね。これならよくわからないんですが、頑張ってください。親切。You
うん。どうかな。ありがとう。私、お兄ちゃんと。ありがとう、お兄ちゃん。よかった。あ、そうだ、あとこれも。あれ、なんだ。触れるよ。私、お兄ちゃんに。実体化したのか。わかんない。きっとお兄ちゃんの気持ちがこもったこの日。今なら、もしかして。とりあえず、どうする。あのね、私、それとね、外の世界を歩いてみたい。全部やろ。いいの？任せて。じゃあ、あとね、ライブや。任せて。それはよかった。これがみんながいつもやってることなんだね。歌だけじゃないよ、演じることだって。これからいろいろやってやりたいことを探していけば。ドーナツもとっても美味しかったしね。他にも美味しいものあるよ、ドーナツだけじゃなくてね。いろいろ教えてあげる。ありがとう、お兄ちゃん。でも、ごめんね。無理みたい。チキン？もう時間切れ。そんな。今日は楽しかった。お兄ちゃん、私のお願い。いっぱい。そんな楽しかったって。ごめんね。消えるな、チキ。お兄ちゃんの手の温かさ、
私。なんかごめんね、あのちっちゃな流石の効果が切れただけだったの。俺私にはまだここでやらなきゃいけないことがあるもん。そう簡単に。この世界の人間はな、ああいう消え方されたらいなくなっちゃったって思うものなんだ。本当に良かった。お兄ちゃん大好き。ん？うんうん。